ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、ドライブインや、道の駅に関する怖い話を集めてみたぜ。面白い切り口だね。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。この怖い話を紹介してほしい、なんてリクエストもお待ちしています。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、おかしなドライブインの話だ。ドライブインって、高速道路の？いや、この場合は、いわゆる道の駅に近い場所のようだな。へぇ、どんなお話なんだろう、楽しみ。それでは、早速聞いていただこう。この話はオカルトや怪談に入るのかどうなのか、ちょっと微妙なところなのだが、他に書くところもないし、個人的には非常に怖かった体験なので、ここに書きます。それと、もう何ヶ月も前のことなので、会話はうろ覚えの部分が多く、当時こんな感じだった、程度に、思いつきで書いています。不自然に思ったり、違和感を感じたらごめんなさい。去年の夏に、友人たちと集まっていた時、なんとなく暇なので、どこかドライブ行かないか？という話になって、大した目的もなく一般道だけを使って、長野まで行くことになった。メンバーは、俺、A、B、C の4人。まあ、暇な時集まるのは、大抵このメンツなのだが、目的もなく出発したので、当然することもなく、男4人で、むさ苦しく適当に観光地で飯を食い、日が暮れて、かなり暗くなった頃に帰ることになった。交代で運転しながら、長野と群馬の県境？少し前に、浅間山方面がどうのって看板を見たので、そのあたりだと思う、を、カーナビを頼りに走っていると、運転していた A が、助手席に座っていた俺に、なんか道おかしくね？カーナビの順路合ってる？と言ってきた。俺は特に何も気づいていなかったのだが、言われてみると、確かになんか変な感じがする。さっきまで、結構広めの綺麗な道路を通っていたはずなのだが、今通っているところは、道幅も狭くなり、ガードレールは錆だらけ、道路もあちこちにひびが入っているし、ひびの部分から、雑草が生えているところまである。来た道とは違うルートで帰ったので、合っているかどうか確証はないが、カーナビには、だいぶ前から、ずっと一本道が表示されているし、A 曰く、曲がり角とか曲がらず、ずっと道なりに来ていたという、まあ山の中だしそんなこともあるさということで、そのまま進んでいたのだが、それから30分ほど走っても、ずっとそんな状態の道が続いている上に、すれ違う車すらなく、みんな、だんだんと不安になってきていた。C が、一旦、どこかに車止めて、ルート再確認した方が良くないか、と言い出した頃、少し先の方に、ドライブインらしい明かりが見えた。駐車場には数は少ないが、何台か車が停車しているのが見える。それだけでなんとなく、俺たちはほっとした気分になった。これは好都合ということで、そのドライブインの駐車場に車を止めた。どうやらこのドライブインは、無人のところらしく、店員とかはいそうにないが、自販機が並んでいるのは、外からでもわかる。おのおの、ひとまずトイレへ行ったり、飲み物や食べ物を確保することにした。そして、A と C はトイレへ向かい、俺と B は、自販機コーナーの隣にある休憩所のようなところへ向かった。休憩所の入り口のドアを開けようとした時、俺は入り口の明かりのところに、異様なものを見た。手のひらよりもバカでかいガが止まっている。こんな真夏に、でかいガというのも、不自然で変なのだが、それよりも異様だったのは、そのガの羽の模様だ。ガって、目玉みたいな模様があるのはよくあるのだが、そのガの模様は、目玉みたいどころか、全体の姿が、まるで人の顔のように見える。特に目の部分は、丸というより本物の目のようだ。うわ、気持ち悪、と思った俺と B は、なるべくその顔を見ないように、避けて中へと入った。後から思うと、この時点で何かがおかしいと、気づくべきだったかもしれない。中に入ると、そこはかなり広く、テーブルがいくつも並べてあるのだが、照明はなんか薄暗いし、床や壁も、微妙に小汚い。奥の方にゲームもあるのだが、遠目にも、それはどれも古そうに見える。それと、端の方にはテレビがあり、50代くらいのおっさんが、こちらに背を向けて、テレビを見ている。俺は、その人になんか妙な違和感を感じたのと、他にも色々うまく説明できない。変な違和感を感じて、B にそのことを話そうとすると、B がひそひそ声で、嬉しそうに。おい、なんかあっちに、女の子3人組いるぞ、声かけようぜ。と俺に言ってきた。B の教えられた方を見ると、確かに20歳くらい。
の女の子3人組が、テーブルを囲んで、椅子に腰掛けているのが見えるのだが、表情を見ると、なんか不安そうな感じで、あたりをキョロキョロしながら、話し合っているように見える。すると、3人組のうちの1人が、俺と B に気づいたらしく、こちらにやってきた。B はもう、なんか明らかに顔に出るほど嬉しそうなのだが、俺はすごく不安感を感じていた。そして、その不安感は当然のように当たった。女の子は、俺たちの前に来ると、開口一番こう言ってきた。変に思われるかもしれないんですが、ここって、関東方面へ抜ける道でいいんですよね。それと、気のせいかもしれないんですが。と、一瞬躊躇した後で。このドライブイン、なんか変じゃないですか？と言ってきた。休憩所に入って以来、ずっと妙な違和感を感じていた俺は、自分もなんか変だと感じていたことを話して、同じ席で少し事情を聞くことにした。B が小声で、お前結構やるじゃん。とかニヤニヤしながら言ってきたが、状況が状況だけにちょっとムカついて、無視することにした。ぶっちゃけ言うと俺も、ちょっとワクワク感がなかったわけじゃないが、それよりも、違和感と不安感の方が、勝っていたからだ。話を聞いてみると、どうやら彼女たちも、俺たちと同じように車を走らせていると、だんだんと、道が整備されていない細い道になっていき、不安になって、このドライブインに一度車を止めて、確認しようということになったらしい。そしてこの休憩所に入ったところ、なんかあちこちに違和感を感じて、怖くなってきて、どうしようかと話していた時に、俺と B がタイミングよく入ってきたので、声をかけたのだという。ちなみに、B はなんかもう、まるで空気読まずに、俺に任せてみたいなことを言っていたが、後から聞くと、内心かなり不安で、その裏返しだったと言っていた。そんな感じで、お互い状況を説明し終わった頃、女の子の一人が、それで、あそこのテレビの前にいる人なんだけど、と話を切り出した。そう促されて、俺もその人を改めて見たとき、さっきの違和感の正体に気がついた。ちょっと遠くにいたので、パッと見は気づかなかったのだが、テレビとテーブル、そしてその人のサイズの比率が、明らかにおかしい。少し遠くにいるにしても、その人は異様にデカすぎるのだ。多分、だったら優に3、4メートルはあるんじゃないかというくらいに、でかい。さすがに空気を読んだ B も、でかすぎるよな、なんだあれ。と、独り言のように言っている。さらにその女の子は、あと、あの奥のプリクラのところなんだけど、というので、そっちを見てみると、入ってきた時、俺たちは気づかなかったのだが、ロングスカートを履いた女の人の足が、年代物っぽいプリクラの周りにある、カーテンの下から見える。その子が言うには、あの女の人は、自分たちが来た時からずっと一人であそこにいて、全く動かないんだという。そしてさらに続けてこう言ってきた。あとなんか、変な音聞こえませんか？人が話しているような、と言われてみれば、入ってきてから、何か音が聞こえていたのだけれど、俺はなんとなく、エアコンか何かの機械の、作動音だと思っていたのだが、よく聞いてみると、ボソボソと大勢の人が話しているような、そんな声のように聞こえる。どこで話しているのかは全くわからないが、とにかく何か、ここは何か変だ。そんな話を5人でしていると、休憩所と自販機コーナーの間にあるドアが開き、A と C が入ってきた。そして、俺たちと女の子を見て、C が、お前ら、何なんとしてんだよ。と呆れたように言うと、そんなことより、ちょっとこっち来てくれ。なんか変なのがあるんだが。と、結構真顔で言ってきた。A もふざけている様子もなく、俺と B が、変なのってなんだよ？と聞くと、うまく説明できないから、とりあえず自販機コーナーに来てくれという。こっちも変なこと山盛りだった俺たちは、A と C に、こっちもなんか変なことだらけだと話しながら、女の子たちも連れて、自販機コーナーへ行くことにした。自販機コーナーに入ると、A が、これを見てくれと、カップでコーヒーなどを売っている自販機を指さした。その自販機、パッと見はよくドライブインとかにあるような、液晶画面がついていて、そこで商品の紹介や CM などを流す。普通の自販機に見えるのだが、普通の自販機とは、明らかに違う部分が一つある。液晶画面のところに、明らかに映像ではない、どう見ても生身の口があり、それが、いらっしゃいませ、とか、喋って、いる、C が、な、変だろ。最初俺たち、人が入っているのかと思ってさ、声かけたり、自販機を叩いたりしたんだけど、何の反応もないんだよ。という、それに、と付け足して、この口の周り、唇から外は、どう見ても普通の液晶画面に見えね。
どうなってるんだろこれ。と言ってきた。明らかに、このドライブインは何かがおかしい。現実離れしているというかなんというか。とりあえず、A と C にこちらの事情をすべて話して、一旦外に出ようと話していると、休憩室の方を見ていた女の子が、ちょっと、あれ?とかなり動揺した声で、俺の肩を揺すりながら、休憩室の方を指さした。指さした方を見て、俺も含め、全員絶句してしまった。さっき、プリクラのところにいた女の人が出てきて、こちらに向かって歩いてきているのだが、その女の人、上半身がないのだ。厳密には、下半身から上の部分が、ロートを逆さにしたように収束していて、上半身というかなんというか、その部分は、棒とも紐ともつかないものが、まっすぐ上伸びている、それが歩くたびに、ゆらゆらと揺れながら、こちらへと向かってくる。姿からして、どう見ても人間ではない。俺たちは、その異様な姿に、完全に思考が停止してしまい、パニックになって、全員外へと逃げ出した。そして、外へ出て振り返ると、その物体は、俺たちを気にすることもなく、そのままトイレの方へと消えていった。一体ここは何なのか、当時の俺たちは、あまりのことに思考が追いつかず、ただただ、動揺しまくっていた。とにかくここを出よう。そう考えた俺たちは、カーナビ通りなら、この先へ進めば、群馬か埼玉の街中へ抜けれることを確認し、女の子たちには、そんなにスピードを出さないから、ついてくれば大丈夫、と話していると、突然後ろの方、駐車場の奥の林から、かなりの人数の、人影、目測でも50、60人くらい、が降りてきて、こちらへと向かってくるのが見えた。さらに、人影以外に、林の方から何かが、こちらに向かってジャンプして突っ込んできて、俺たちの車の、隣に駐車していたトラックに、衝突した。街灯の明かりに照らされたそれは、信じられないことだが、それは1メートル以上ある、巨大な蛇としか言いようのない物体で、衝突した衝撃で、トラックのガラスが割れ、蛇の方は、地面に落ちて、黄色い体液のようなものを流しながら、うねうねと動いている。しかもそれ1匹だけではなく、少なくとも目で見える範囲だけで、あと7、8匹が飛び跳ねている。何匹かは、こちらに向かってきそうだ。このままだと、自分たちの車にも突っ込んできて、壊されるかもしれない。身の危険を感じた俺たちは、女の子たちにも早く車に乗るように、指示しようとしたのだが、何を思ったか、彼女たちは、駐車場の反対側の方へと駆けていき、そっちじゃなくて、車で逃げないと、と慌てて追いかけた俺たちに向かって、この中に入って、隠れてやり過ごそうよ。と、駐車場の隅にある、プレハブの倉庫らしい小屋を指さした。俺は、彼女たちが明らかにパニックになって、冷静な判断ができなくなっていると思い、いいから車に乗れ、と怒鳴って、4人で腕を引っ張って、無理やり連れ戻し、かなり近くまで来ていた、人影の集団と、飛び跳ねる巨大な蛇を尻目に、無理やり彼女たちを車に乗せると、パニックになった女の子たちだけでは不安だからと、B と C が彼女たちの車に乗り、彼女たちの車の方は、B の運転でドライブインから逃げ出した。道路に出て後ろを見ると、ついてきている女の子たちの車の後ろに、ジャンプする蛇が見えたが、さすがに車のスピードには追いつけないのか、そのうち見えなくなった。それから1時間くらい走っただろうか、今から考えると、距離的に、麓まで、そんなに時間がかかるとは思えないのだが、下の方に、街の明かりが見えてきた。すると、後ろの車に乗っている C から、女の子たちが、トイレに行きたいと言っているから、どこか公衆トイレか、コンビニのある場所に、一旦泊まろうと電話がかかってきた。そしてしばらく車を走らせると、公園か何かの施設の駐車場らしき場所があったので、そこで一旦、車を止めることにすると、さすがにあんなことがあったので、トイレには俺たちもついていこうか?と聞いてみた。すると彼女たちは、さすがにもう大丈夫そうだから、3人で行ってくるといい。さっさと行ってしまった。まあもうほとんど街中みたいなものだし、さすがに大丈夫だよなとそのまま行かせて、さて警察に行くかどうするかとか、この後どうしようかとか、ちょっといろいろ期待もしながら話をしていたのだが、いつまで待っても3人とも戻ってこない。10分くらい経っても帰ってこないので、さすがにおかしいと、駐車場脇にある公衆トイレへと向かい、声をかけたのだが、返事がない。中を確認しようにも、いくらなんでも女子トイレに入るのは問題があるし、もしかしたら、すれ違いで戻っている可能性もあるんじゃないか、と、車に戻ったのだが、車にも戻っている気配がない。
ちょっと、これはヤバいかもしれない。ひとまず、すれ違いになるといけないので、俺だけ車の前に残り、A、B、C で、もう一度トイレに探しに行くことにした。待っている間、俺はなんとなくだが、彼女たちの車を見ると、一箇所ドアが開いているのが見えた。あれ？帰ってきた？と思い車内を見たのだが、誰もいない。おかしいな。さっきからドア開いてたっけ？となんとなく車内を見ると、座席のところから、三人のうち誰かのものらしいバッグが、地面に落ちかかっていて、なんとなく奥に戻そうと手を触れたところ、バッグが地面に落ちて、中身がぶちまけられてしまった。しかも、口紅かリップクリームか何からしきものが、コロコロと転がっていってしまっている。これ戻しておかないとやばくね？と、転がっていったものを拾い振り返ると、トイレに向かった A、B、C たちが戻ってきた。A が言うには、さすがにおかしいので、トイレの中に入ってみたのだが誰もおらず、きっとすれ違いになってしまったのだと、戻ってきたのだという、ちょっとシャレにならんことになってしまった、と感じた俺たちは、ドライブインでの出来事を、信じてもらえるかどうか、不安ではあったが、彼女たちのことが心配なので、110番通報することにした。警察が来るまでの間、交代であちこち探しに行ったりもしたのだが、結局見つからず、15分ほどで警察がやってきた。警官がパトカーから降りてきたので、これまでの事情を話していると、警官が変なことを言ってきた。それで、その女の子たちの車って、どれのこと？という、俺が、いや、俺たちの車の横に止まってる。と後ろを振り向いて呆然としてしまった。警察が来るまで、間違いなくそこにあった、彼女たちの車がない。そんなバカなと、4人であちこち探したのだが、そもそも駐車場には俺たちの車しかない。明らかに不審そうに俺たちを見る警官、かなり気まずい状況になってしまったのだが、ふと、さっきぶちまけたバッグを車に戻し忘れて、そのまま、俺たちの車の屋根に置きっぱなしだったことを思い出した。屋根の上を見ると、バッグはある。警官にこれが証拠だとバッグを見せて、とにかくどういうことなのかわからないけど、探してほしい、と頼んだ。が、一応証拠品としてバッグは受け取ってくれたが、話自体は、口頭無形すぎてまるで信じてもらえず、俺たちは住所と連絡先を聞かれ、後日話を聞くかもしれないから、とそのまま返された。この後、実はちょっと面倒なことになった。俺たちが警官に渡したバッグ、手帳と携帯から身元がわかり、もう10年以上前に、失踪届の出ていた短大生のものだったらしく、俺たちは、事件に関係があるのでは、と疑われ、事情聴取を受けた。が、そもそも10年前といえば、俺たちはまだ子供であること。俺たち4人とも、進学で都内にやってきただけで、そもそも、長野も群馬も地元ですらない上に、当然、失踪した短大生とも何の関係もないことは、すぐにわかり、疑いは簡単に晴れた。ただ、バッグの入手先だけは、かなり詳しく聞かれた。警官が言うには、俺たちが通ってきた道に、証言にあるようなドライブインなどないのだ。ということで、現場検証も兼ねてパトカーで来た道を逆に辿ったりもしたのだが、例のドライブインどころか、あまり整備されていない荒れた道すら、結局見つからなかった。ただ、事情聴取の時に見せられた短大生の写真は、3人組のうち1人で間違いはなかった。バッグのこともあり、警官からはまた話を聞くかもしれないからと言われたのだが、未だ、そういう連絡はない。ただ、今思うと、いろいろと彼女たちには不審な点がある。見た目が、失踪当時のままという、一番異様なことはまず置いておくにしても、一つ目は、彼女たちは俺たちと同じルートでドライブインに到着したはずなのだが、到着した時間に、それほど時差はないはずなのに、俺たちはあの道で、一度も前方に車のヘッドライトなど見ていない、かなり見晴らしのいい場所も、通ったはずなのだが、二つ目は、俺たちが彼女たちに話しかけられた状況だ、あんなような状況で、普通、いきなり入ってきた見ず知らずの男二人組に、不安感を感じている女の子が、何の警戒もなく話しかけるだろうか？普通警戒しそうなものだが、三つ目は、逃げ出した時の状況、あの時、プレハブ小屋の中でやり過ごそうと提案したのは、本当に、パニックになっていたからなのだろうか？そもそも、あんな異様な状況で、三人が三人とも、何の示し合わせもせず、疑問も持たず、まっすぐプレハブ小屋へ向かうことなど、あり得るのだろうか？小屋には、鍵がかかっていたかもしれないし、それにすぐ目の前に、自分たちの車があるのに、だ。
最後に、あんな異常な状況にあったばかりだったにもかかわらず、なぜ彼女たちは、3人だけでトイレに行くこと、にしたのだろうか。考えれば考えるほど、彼女たちの言動には、不審な点が多すぎる。もし、逃げ出すとき、彼女たちの言うがまま、プレハブ小屋に立てこもっていたら、俺たちは、どうなっていたのだろうか。彼女たち3人の言動は、今から考えると何らかの悪意があったようにしか思えない。そもそも俺たちは、彼女たちがなぜあの山道を通ったのか、その理由すら知らない。意外な結末だった。そうだな。まさか、女の子たちに何かあるとは思わなかったよ。あのドライブインは、何だったのかな？わからないが、この世ではなかったのかもな。ドライブ中に、おかしな次元に迷い込んでしまったのかもね。そうかもな。この後紹介する話も、ドライブインが出てくるぞ。でも、今回の話とは、ちょっと違う雰囲気の話だ。個人的には、怖さという意味では次の話の方が上だぜ。ひえー。それでは、早速聞いていただこう。今年の、3月半ばの話。高校の卒業式も終わり、大学の入学式までまだ数週間あり、暇だった俺と友人のヒロシが、俺の家でダラダラと漫画を読んでいると、同じく友人の直樹から、車で、どっかドライブ行かね？と電話があった。話によると、直樹の兄貴が長期出張に行くことになったらしく、その間、車を借りれることになったので、どこか遠くへ、深夜のドライブに行こうということらしい。俺たち二人はひたすら暇だったので、二つ返事でドライブに行くことにした。ただし、俺たちは免許を取ってから、機会があればあちこちにドライブへ行きまくっていたので、地元の周辺はほぼ行き尽くしており、しばらく考えた末に、ひとまず高速に乗ってから、どこか適当な、知らない場所で降りて、そこから下道を進もう、ということになった。1時間半ほど高速を進んだあたりだろうか。山の中の、人気のないインターチェンジが見えてきたので、そこを降りることにした。高速を降りると、予想に反して、かなり整備された道だった。人家や店がないだけで街灯も多く、俺たちは雑談をしながら、しばらくその山道を進んでいると、運転をしていた直樹が、あの横道入ってみないか？と提案してきた。その横道は、今まで走ってきた道とは違い、かなり狭く、街灯も何もなく、少し不気味な感じがしたが、単調な広い道に飽きてきていた俺たちは、その道を進むことにした。横道は予想以上に狭く、ところどころに木の枝が、道まで突き出している場所などもあり、3人で、なんか怖いな、などと話しながら進んでいたのだが、不意に後部座席にいたヒロシが、あれは、と何かを見つけたらしく、止まってくれと言い出した。助手席にいた俺と、運転していた直樹は何も見ていなかったため、車を路肩に止めた後で、ヒロシに聞いてみると、一瞬だが、林の中に女の人らしい人影を見たという。俺は、ヒロシが俺と直樹を脅かそうとしているのだと思い、またまた、わら、と茶化すように、聞いたのだが、ヒロシは大真面目に、いや、マジだって、とりあえずちょっと引き返してみてくれよ。と真顔で言い出した。俺と直樹は、まあ乗せられてやるか、的なノリで車を引き返し、ヒロシが女の人を見た、という場所まで戻ると、さっき通った時は気づかなかったのだが、その場所には、舗装されていない下り坂の横道があり、その先には、真っ暗な林道が続いていた。直樹が、お前が女の人見たのってここか？と聞くと、ヒロシは、道があったのは気づかなかった。でも女の人は間違いなく見た。ほら、その先に、ちょっと大きい石あるだろ？あのあたり。というので、半信半疑のまま林道を下り、その場所まで行くことにした。石というか、岩のあたりまで来ると、その場所は少し開けており、車を止めて降りてみたが、周囲には誰もいない。俺はヒロシに、誰もいねえじゃん、と、はいはいそろそろネタバラシよろしく敵に聞くと、ヒロシはちょっと切れ気味に、マジで見たんだって、と言い出した。仕方なく、俺と直樹は、岩のあたりを車のライトで照らしたりしていると、岩の裏側の下の方に、何かが見えた。最初に直樹がそれに気づき、俺たちは岩の裏側へと回り込んだ。そこで俺たちは、背筋に寒いものを感じた。岩の裏側に回ってみると、さっきまで気づかなかったのだが、女物のブーツの片足だけが落ちていた。俺が、もしかして自殺？と独り言のようにつぶやくと、直樹が、近くに車とかなかったぞ。どうやってこんなとこまで来るんだよ。置き去りにされたとかか？などと、あーだこーだ話していたのだが、ふと気づくと、ヒロシが全く会話に入ってこないことに気がついた。
俺がヒロシに、お前はどう思う？と聞いたのだが、ヒロシは林の中の一点を凝視していて、全く返事をしない。直樹が、ヒロシ？と聞くと、ヒロシは真っ青な顔で、林の中を指さした。その方向を見てみると、背の低い木の枝や草が折り重なっていて、よく見えないが、7、8メートルくらい先に、明らかに人がいる。さらによく見てみると、女の人のようだ。歳は10代後半から、20代前半くらい、服装も普通で、何もおかしなところはない。強いて言えば、髪の毛が結構長いのだが、それが顔にかかっていて、表情は全く読み取れない。直樹が、なんだ、やっぱ置き去りにされたんじゃね？かわいそうだから、家まで送ってやるか。と林の中に足を踏み入れようとすると、ヒロシが、やめろ。と、突然大きな声を出した。直樹はそれを意に介さず、女の人を呼んだりしていたのだが、俺は、その女の人がおかしいことに気がついた。髪の毛が前に垂れ下がっているから、顔が見えないのかと思ったが、そうではなかった。首が、180度逆を向いていた。俺がそのことに気づいたとき、その女が直樹の呼び声に応えるかのように、振り向いた。正確には、背中をこちらに向けた。暗くて目は見えないが、その女の口元は、微笑むように笑っている。さすがに直樹も、女の異常な姿に気づいたらしく、三人ともしばらく黙ってしまった。というより、動けなかった。沈黙していたのは、10秒もなかったと思う。突然ヒロシが、俺と直樹の手を掴んで、車の方へ走り出した。ヒロシに引っ張られ走る俺は、なんとなく後ろを振り向いた。すると、その女が微笑んだまま、後ろ歩きで、草や木の枝をかき分けながら、こちらへ向かってくるのが見えた。車に大急ぎで乗り込み、俺が、おい、追ってきてるぞ、と、二人に言いながら岩の方を見たのだが、その女が見えない。俺は、あれ？追ってきてないのか？と少し安心していると、必死でエンジンをかけていた直樹が、突然、うわぁ、と叫び声を上げた。直樹の方を見ると、運転席側の窓に、マニキュアをした、真っ白い手の甲が見えていて、それがゆらゆらと揺れている。ヒロシと俺は、直樹に、早く車動かせよ、シャレになんねえよ、とせかし、直樹はものすごい勢いで車をバックさせて、元来た道へ戻り始めた。林道から、舗装されたさっきの道に戻り、俺とヒロシが林道の方を見てみたが、あの女は、追ってきていない。少し落ち着いた俺たち三人は、それからほぼ無言だった。俺は、何かあの女の話をすると、現れそうで怖かったのだが、直樹とヒロシも、同じ心境だったのだと思う。先ほど降りたインターチェンジから高速に乗り、そこで俺は、とにかく明るいところにいたい、と、途中にあった、結構大きいドライブインに入ることを二人に提案して、二人とも、その方がいいと同意してくれた。ドライブインに入ると、時間はもう3時頃、人気はほとんどなく、駐車場に、仮眠中のトラックが数台止まっているだけだったが、俺たちは、明るいところに来れたため、ほっとして急に緊張の糸が切れた。自販機で温かい飲み物を買い、ドライブイン内のベンチで、みんな無言で、おのおのに飲み物を飲んでいると、自販機のある通路の方から、と、女の人が笑う声が聞こえてきた。三人とも、声に一瞬、びく、としたが、まさかな、と三人で、気のせいであることを確認するために、自販機のある通路へと向かった。そこには、あの女がいた。体が正面を向いていたため、顔は見えない。本来後頭部がある後ろ側から、と、さっきの笑い声が聞こえてくる。俺たちはパニックになり、反響欄で車に乗り込むと、そのまま、猛スピードで車を飛ばし、地元へ帰った。その後俺たちは、各自進学し、俺は地元とは別の場所で、一人暮らしを始めた。あれ以来、実害はないが、時々あの女が視界の端に見える時がある。ヒロシと直樹とは、今でもよく連絡を取り合うが、二人とも、あの日のことは一切口に出さないため、二人にも同じものが見えているのかはわからない。俺は、あの女が視界の端に見えるたびに、気のせいだと思うようにしている。まさか、ドライブインまで追ってくるとは、執念深いよな。想像すると怖いね。あんな女が追ってきたら、夜中のドライブには、独特の恐怖がつきまとうな。次の話は、また一風変わった話で、なんていうか、雰囲気が秀逸な話だ。冒頭はこの話に似ているんだけど。まあ、聞いてもらった方が早いな。ほうほう、それでは、早速聞いていただこう。10年くらい前の話、
大学時代、初秋の頃、暇だったんで、友人3人とドライブに行った時のこと。車を1時間も走らせれば、過疎地に行ける距離。適当にあっちより、こっちよりしていて、大して面白くもなく時間が過ぎて、あっという間に夕方近くになっていた。友人の一人、A が、そういや、ここら辺に心霊スポットがあんじゃね？って言い出した。まだスマホもない時代、携帯の電波も悪い地域なので、すぐに調べることはできないが、友人 A の勘で、その付近へ向かうことにした。夏も終わりに近づいていたので、日が暮れるのも早く、辺りは薄暗くなってきた。おお、なんだか雰囲気出てきたねー。と A ははしゃぐ。勘の割には、そこ右に曲がってみて。とか、なんだかテキパキとした指示で、やや違和感があったが、他の連中も、A につられて盛り上がり始めた。辺りが真っ暗になる頃、左手に建物が見えてきた。よく、地元産の野菜とか、特産物を売るような、道の駅っぽい感じの建物。ここじゃね？いや、ここじゃねえ。まあ、普通の道の駅っぽいしな。建物は暗かったが、特に古くもないので、そのまま通り過ぎることにした。なんか不気味な山道で、みんな、押し黙っていたが、しばらく走っていると、どんどんという、太鼓の音や笛の音が聞こえてきた。祭りじゃね。らしいね。よってかね。俺、しょんべんもしたいしさ。俺も、安堵感のため、多弁になる俺ら。少し進むと、さっきと似たような、道の駅みたいな建物が、左手にまた見える。あれ？さっきのじゃないよな。わけねえじゃん、いつの間に戻ったんだよ、わら。それにしても、さっきの建物とそっくりなんだ。こんな似たような建物、近くに作るなんて税金の無駄遣いじゃねえか、わらわら。と虚勢を張ったが、実は変な感じがして、ビビっていたのだ。違和感の正体は、すぐにわかった。駐車場のようなスペースに、車を止めて降りると、駐車場のアスファルトも、かなりガタガタ。建物も閉鎖されて、かなり時間が経っている感じで、ボロボロ。すぐ近くで祭りがやっているらしく、その薄明かりで浮かび上がって見える、建物の姿は、とても気味が悪かった。あら、これじゃ、便所も開いてなさそうだな。俺と C は、気持ち悪いな、さっさと行こうぜ、と車に戻ろうとしたが、A が、いつの間にか駐車場の端っこまで行っていて、おい、と呼んでいる。こっち、こっち。祭りやってんぞ。そっちに公衆便所とかある？なければ、ここで立ちションするわ。いや、あるから来いよ。ションベンが漏れそうな B は、ダッシュで A についていく。C と俺は、なんか、A のやつ、なんか変じゃね？と言い合いながら、その後をダラダラ通った。建物の脇の小さい道を進んでいくと、小さな広場に出て、赤い提灯が並んでいた。録音だと思うが、太鼓や笛の音が聞こえるんだが、どこから流れているのかわからない。提灯の赤い光が並んでいるが、不気味なことに誰もいない。あれ、あいつらどこ行った？便所だろ？つうか、なんで誰もいないんだ？中止になったとかじゃない。いや、それにしても、スタッフとか、誰かいるもんじゃねえ？俺と C は、寒気を感じながらも、ブツブツと喋っていた。何分過ぎたかわからない。遅いな。何やってんだ、あいつら。っていうかさ、ここら辺に集落あった。いや、知らんけど、なんか背筋が凍った。ここにイチャヤベーみたいな気がして、車戻ろうぜ、と早足でシート戻った。車に戻ると、B が乗っていた。あれ？お前、いつの間に。はぁ、最初から俺は、車から出てねえよ、わら。はぁ、A はどうした？A って？ A って、一緒に来た A だよ。はぁ、さっぱり意味がわからなかった。B の中では、俺、B、C と、3人でドライブに来たという。俺と C は、確かに A と一緒に来ている。だが、不思議なことに、確かに、車の中には A の荷物がないのだ。しかし、今日一日のことを思い出せば、俺と C は、A と交わした会話もいくつか思い出す。が、確かになんか、記憶が希薄という感じも、しないでもない。A の携帯電話に電話してみようと思ったが、3人とも圏外だ。その時だった。と、変な音が、さっきの祭り会場の方向から鳴った。おお？なんだ？いつの間にか、提灯の明かりも消えていて、車のライトしかない。ちょっとやべえ、やべえよ。テンパっている俺。車出すぞ、帰るぞ。B も C も、やべえやべえ。と大騒ぎ、その時またもや。と変な音。すぐに車を発車させる。大急ぎで、
駐車場から抜け出る俺たち。真っ暗なのだが、確かに祭り会場から、人影みたいなのが、ぼわっといくつか出てきたのが、バックミラー越しに見えた。おい。ちょ。後ろ見て、後ろ、なんか追いかけてきてねえ。ちょ、マジ。後ろを振り返る B と C。でも暗くてよくわからないらしい。そのまま、来た道を速攻で戻る。途中、先ほど通り過ぎた、道の駅らしき建物が見える。ちょ、ま、電気ついてる。さっきは、あれ？何？運転に集中している俺は、脇見できない。しばらくして、やっと国道に出た俺たちは、安堵感に包まれていた。が、心臓はまだドキドキしている。何だったんだよ、あれ。ふざけんなよ。つうか、さっき何見たんだよ、B？ いや、さっきの道の駅みたいなところに、人がいっぱいいた。普通なら、そりゃいるだろと思うところなのだが。なんか、駐車場にも建物の中にも、黒い人だかりができてて、それだけいるなら、声の一つもするだろうに。何も聞こえねえし、何より、そいつら全員、俺らの方を見ていた気がして。なんなんだよ、それ。しばしの沈黙。そういえば、A の奴に電話してみてよ。C が A に電話をする。普通に出る A。だが、サークルで飲んでいるという A。後ろでは、ガヤガヤと音がするし、嘘をついているとも思えない。このドライブのことも、知らないと抜かしていた。そういえば、このドライブも、誰が行こうと言ったか思い出せない。数年後、昼間にもう一度ここに行こうと思ったが、どうしても行くことはできなかった。一体、あれは何だったのだろうか？不思議な話だね。だろ？なんとなく雰囲気が怖いんだよな。二つ目の道の駅は、何だったんだろう？わからないが、長居しなくてよかったのかもしれないな。A 君の存在が、なんだか怖いよね。ああ、この展開は、ちょっと新しい。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。